いや、ジャニーズの問題だけではなくて本当にちょっとショッキングなニュースを見てしまったんで、ちょっとね、あの朝倉未来、はい、朝倉未来選手、なんとですよ、全然格闘技欲がないとケラマフ敗戦後の心境を明かすちょっと待ってよ、あのね、この間ケラモフ選手にね見事に負けちゃったじゃないですか。で、なんか10人2期とのコラボ動画の中で、次戦の対戦相手は全く決まってないよ、試合が終わってから1回しか格闘技の練習してない、全然格闘技欲がないと明かした。対戦相手も決まってないし、今のところは格闘技の試合をするつもりはないという一言でこの話題を締めた。いや、朝倉未来ってやっぱりね、はい、YouTuber としてもあのすごい人気を誇ってですよ、はい、であのライジンにも出て、はい、で日本人とかにはまあ一回斉藤選手に負けてるけど無敗ではあるけれども、うん、まあ、確実に今の日本格闘技界を引っ張る存在になっちゃったわけですよ、うん、そしたらこのブレイキングダウンとかすごいバズり企画をね YouTube で企画でやって、今いろんな経営者とかもやって、それこそお金がねいっぱいあるし、うん、知名度もあるしやりたいことができてるとはいえ、僕はアウトサイダーっていうところの時代から見てて、はい、で朝倉未来選手が急にアウトサイダーからライジンのリングに上がった時に、うん、まあそこそこあのその時はちょっとそのピークは過ぎてたかもしれないけど、日本人で昔はエース級の選手とかといきなり対戦するって運びになって、うん、ちょっとライジンには厳しいんじゃないかなって思ってたんですけど、そっから破竹の何連勝もしてね、しかもすげえド派手な試合するわけですよ、うん、KO 勝ちとかしたりとかして、一回最初どっかの大臣と判定とかであったけど、あ、こんなすげえ選手なんだっていうのと同時に、なんかアウトサイダーっていうあの不良の人たちがね、切磋琢磨っていうか、まあそのなんて言うんだろう、構成してあのリングに上がってあの駆け上がっていく、逆なんつうの、これ女の子だったらシンデレラストーリーとか言えるけど、まあそういうちょっと夢を見させてもらってるような現象があってよ。で彼の才能っていうのはあのまあこれ前田明さんとかも言ってるけど、マジでちゃんと練習してそういう環境に身を置いたら、うん、本当にどこまでいけるか楽しみな選手だったわけですよ、はい、でライジン出始めた時は UFC 行きたいっすねとか、うん、あの外国人と戦いたいっすね、ベラトール行きたいっすねっていうモチベーションがあったからさ、はい、すげえ期待してたんですけど、もう年齢も30過ぎちゃって、うん、でもそもそも30歳になったら格闘技やめるって言ってたんですよ。そうですね、それが結局負けちゃったりとかで、うん、クレベルに負けて、でケラモフに負けて、で両方とも失神でしょ、うん、あ、キラモフの時はタップか1本で負けてるんですけど、うん、いやこれはショックですね。いや弟の方はすごいモチベーションで格闘技やってるんですよ、朝倉海さんの方は、うん、だからちょっとなんとかさ一回さ、もうブレイキングダウンとかあの休んじゃったら、あのブレイキングダウンで頑張ってる人たちが困るけど、なんとかモチベーション上げて一回もう一回格闘技に専念してくれないかなっていうお願いの動画。無理か。でも確実に今、うん、朝倉選手が、試合に負けちゃったりとかしてるって、もちろん相手もすげえ強いけど、やっぱモチベーション低下っすよね、うん、相手のケラモフ選手ってのはもう本当に格闘技にもう全振りしてるから、うん、ものすごい節制してるんですよ。だからドーピング問題のこの間動画もやったけれども、あの体ドーピングねえなんじゃねえかって言ってたら、ドーピングしてなかったわけですよ、ステロイド使ってなかったわけ。いやもったいない、これもったいない、うん、ほんとそれだけ、その動画、うん、皆さんもそう思いませんか。ちょっと朝倉選手にね、ファンの皆さんがね後押ししてちょっと試合してくれっていうの、うん、なんかブレイキングダウンには出るみたいだけど、別にそこで見たいわけじゃないからね、まあ、見たい人もいると思うけど、うん、ぜひもう一回ほんとあと1年とか2年だけでもいいんで、ちょっとモチベーション上げて試合してくんねえかな、お願いします。バハ以上です。いや、ケラモフ対ごめんなさい、ケラモフ終わってから話しかけてくれ、はい、ごめんなさい。でもケラ、はい、ケラモフ対クレベルは見たくないですか、逆に。うん、うん、もちろん見たいですよ。で、まあどっちもね、朝倉選手負けてますけど、
どっち勝つと思いますか、クレベルとケラモフ。ああ俺今だったらケラモフ勝っちゃうんじゃないかなと思いますね。正直ね、ちょっと勝てないんじゃないかなって思っちゃってます。なんか次試合があったらあの勝敗予想やってみようかな。ああただいいです、ね、これに関しては全然数字伸びないと思うけどあの当てられたら、はい、もし仮に俺が次の大会の勝敗予想全部当てたらちょっと注目されるやりましょう、はい、じゃあそれは、はい、やりましょう、では。